休日前の曇り空ということで、これ昨日磨いてた、本当にまさに買われてた車なんですけどね、この買われてた車を、紹介しようと思います、今からお昼の方も多いと思いますけども、まあ、これはいいお昼には流しませんけれども、夕方、今日の夕方ですね、ご紹介しようと思うんですが、昨日綺麗にね、実は磨きましてね、中も綺麗で、本当に買われてたっていうのはどういうことかっていうと、大事にいつも、お客さんがオイルをねちゃんと変えてらっしゃったということで、おお、ピピピッと、12時25分になる前に なるんですね。実はなぜかというと、毎日ですね、ラジオ英会話を聞いてますので、面白いんですよ。で、500円のあのテキスト買って、まあそれも今こういうウェブ上で買えるらしいんですけどね、やっぱり紙のね、よいしょ、紙の本がいいですよね。で、ちょうどこのお昼休みの5分前に、ビビビってなってくれると、時間が取れるときはね、あのさっとこう聞く、それがちょっと移動してるときもパッと聞く、やっぱり繰り返し積み重ねなんですよね。何でもそうですけどね、あんまり上手にならないんですけど、聞かないよりはいいかなと。だから口に出せってね言われるじゃないですか。で、まあそういうことの効果があのあるので、ロールプレイっていうのも大事だなと思って、うちの会社で、いつも毎朝ロールプレイするんですけど、あの大西博人さんっていう方がね講師で、あと秋野ローザさん、それからクリス・マクベイさんっていうね、この3人のやり取りが非常に軽妙で面白いですよね。ですから、あ、ちょっとずつ口に出しながら、忘れないように、どっちかって忘れないようにしてる。そうしないともうね、しばらく外国に行ってないからな、そう思って始めたんですけどね。ね、皆さんもそんなことあると思います。まあ、当分外国にはね行けそうにないけど、ね、ニュルもうすぐですよね。頑張ってくださいね。辰巳さんも行ったまんまらしいですけどね。行ったまんまで、あのちょうどこの間 SNS でね、こんなとこに試験員が作ってあるなんて、試験ってどこと思って見たら、ちょうどあのニュルブルクリンクのあのツーリステンファルテンをやるときに通ってくゲートがあって、そこに、デビルズスナックだっけか、レストラン、デビルズって悪魔ね、あれ、あのグリーンヘルっていう場所ですから、デビルっていうレストランがあるんですけど、そこの、まあ、チケット売ってるところですよね。そこに行く途中のあのランナバウトの手前にちょっと直線のスピードの出るところがあるんで、そこを危ないんで作ったと思うんですけど、こんなとこにこう車止めがあるなんて、メール、あの写真がね送られてきてて、あ、それは初めて見たって言ったら、2個あるの初めてですなんてね、辰巳さんもおっしゃってて、そしたらね、山本慎也さんがね、それはその場所だって鋭くね指摘したら、さすがですってね辰巳さんが言って、なんかね、ああやってね、あの写真とか送ってくれるとね、いいですよね。僕も言ってるような気持ちになりましてね、なんか餅焼いて食ってましたね。日本から持ってたお餅を、で帰ってこれない、で高い、遠いから高いってね嘆いてました。まあ本当にね、この間まで誰か言ってたな、昨日誰と話してたんだっけ、あ、熊谷さんと話してたんだ。今日熊谷さんがこの間ベトナムでロックアウトで往生したみたいな話でね、そしたらね、ロシアの知り合いがこの間まで8万円で、隣の国ですからね、ロシア、8万円でロシアへ帰れてたのに、今、
250万円かかるって言って、とんでもない時代ですよね。まあ、そうですけどね、まあ。Personality in Japan. ね。大事ですよね。Okay, time's up. Well, how did you do? How did you do? Together, your speaking skills will get better day by day. So, see you next time on Eikaiwa Time Trial. Bye bye.でもね、傑作なんですよ。こういうのをいつも聞いてたらね、リクトがね、この音楽がかかるとね、諦めるんですよね。面白いですよ、これ。これがかかると、はぁ、あ、ここの時間は待ってなきゃいけないんだってね。いやー、この間とんでもないことが起こったんですよ。そうですか。パーマかけながらですね、その店員さんとですね、ベッカムってかっこいいよねって話してたんですが、パーマかけ終わったらベッカムの話してたからソフトモヒカン気味になっちゃったよ。ははラジオ英会話ハートでつかめ。面白いですよね。こういう番組なかなかね、ないと思うんですよね。でも先生、のこの子に合ってるよ。ありがとう。 Anyway, let's get started guys. This is Akina Rota. Chris McVeigh here. I like David actually.それでは早速始めていきましょう。ということで、ゴムの基本イメージ、いつもの今日の場所をですね、走らせようと思います。I really have to go. I really have to go. もう行かなきゃ。さて、英語学習の最初期に出会う基本動詞、ゴムの登場です。行くという日本語訳を経由せずに使いこなしてくださいね。右向かっていきます。今日のダイアログから確認しましょう。ピアノ教師のスラビンスキー先生がウェインの家にディナーに招かれ、新しいピアノを弾いています。ウェイン、 you have a very nice piano. Well, it's not a baby grand like yours, but thank you. And I'd like to thank you for the wonderful dinner tonight. Your wifeAn excellent cook. Actually, I made the main dish. Oh, Mrs. Stravinsky, I think Amy wants to hear another piece by Debussy. Oh, I'd love to, but I really have to go. It's getting late. Right. It's already 8:30. I'll drive you to the station. Thank you, Wayne. それでは、ダイアログの内容を確認しましょう。Right, it's already 8:30. I'll drive you to the station. そうですね。
ありがとう、ウェイン。ダイアログの内容をしっかりと理解できる。実はですね、面白いんですね、あの番組ね。あのもうネットで、あの NHK 語学でこの番組を半月分499円で買えるんですよね。でそれはスマホの中に入ってて、あのどうしてもこれ聞けない時にはそれ聞けばいいんですけど、あの何でもそうですよね。例えば中津スバルに行かないとわからないものがいっぱいある、ね、ネットでわからないみたいなね、自動車も実際にこうリアルにこう乗ってるんですけど、そばで匂いを嗅がないとわからないっていう、見てみると同じで、あの今のラジオ番組 の、 あの前半のところ の、 このイントロからですよね、最初のスタート の、 あのやり取りのところから聞くから面白いんですよね。でスッとこう入ってくるっていうね、これやっぱりそのなんかこうライフワークっていろいろあるじゃないですか。この動画をやったり、なんていうんですか、あのブログをずっと毎日書いてたり、会社へ来て段取りをずっと書いてたり、輝きアップリストをずっと書いてたり、犬との生活記録を毎日ずっと埋めてたり、こう紙とね、IT をこう両方使いながらですね、こう仕事というかこう生活を毎日組み立てていくっていうのは楽しいですよね。なので、僕は結構そのこれ面白いやろうって決めた時に、まあ、どれぐらいうまく継続できるのかなってことを、まあ、常々考えながら仕事をしてるんですけども、まあ、そういう時にたまたまこう出会ったものにこういいものがあるとね、あの英語のねやっぱり嫌いな方はね、これ嫌いというかそんなに興味のない方はああいうのを横で聞かれるとね、きっと苦痛だと思うんですよ。だからそんな苦痛なことを僕は強制しようとしないんですけど、できるだけあのいいなと思ったことは続けると。リクトもかわいそうにね、苦痛だと思いますよねまあでもね、おかげでね、あのワンツースリーが分かるようになったからいいかみたいなねところ思うわけですけどね、まあしつけにもねいろいろあると思いましてね、あの僕が自分でやってることが正しいなんて思ってないですので、あの決してね正しくて、これをあのこういうやり方がいいと思って何事もやるんじゃなくて、続けやすいこと、やりやすいことをやっぱりまずやっていくっていうことが大事だなと思います。まあ自動車のこの運転もそうなんですけども、あの絶対に自分の我流だけではまずいので、習うんですね。習って、本当はそれを反復して反復して、この動画を撮るというのも一種の反復の練習なんですけども、それを続けていくということが、犬を飼い始めたら同じルーティンで、なるべく同じようにやってあげて、形作っていくっていうのが、まあ、ある意味本当に楽しいことだと僕は思います。さ あいつもの場所を走ってますけれども、この車 の、 このステアリングがですね、センターがずれてる、これは調整できます、ここを映してみる、これがね、これがまあいわゆる調整がずれてるっていう、これくらいずれてると実はその足回りからやっていかなきゃいけないんで、ちょっと面倒なんですね。まあいずれどちらこれも売れればきちんと一から整備やり直しますんで、まあこれもお譲りするつもりでいます。積極的にではないですけどね、MT 乗りたいなということで、距離が伸びててもこれはしょうがないでしょうって言っていただける方にはね、お譲りしたいと思うんですけど、まあ、あと今素材がなくて、中古車のなかなか整備がですね、新車の生産部品がこう優先になってますので、欠品するものが多くなってくれて、なかなかね、大変なんですけど、まあ、今比較的うちにある車に関してはこれもそうなんですけども、一通り丁寧に仕上げて置いてあるものが多いもんですからね、まあ、なんとかそんなに大きな
手は加えなくてもものになると思うんですけど、今も多分こう乗って、ね、これが本当に18万6千キロ乗った車かよときっと思われる方多いと思うんですけどね。トヨタさんも引っかかるっていう話なんですけど、ずっとこれをまっすぐあの笠置山の方に向かって道路がですね、降りていきます。あれ笠置山左か、違う、あれ笠置山じゃないですね、あれは二つ森の、福岡にある二つ森の山ですね。で降りていって、あの先にあの美濃坂本駅という、まあ、中津原に来られた方ならね、あそこから歩かれる方もたまにいらっしゃるのでよくご存知だと思いますが、 JR の中津川駅の一つ手前の名古屋入りの駅ですけども、そこに、リニアモーターカーの駅ができるので、この高速道路からここでジャンクションを作りまして、その先にインターチェンジを作って、下へ降りれるようにすると。ここからは降りれないです。ここで降ろす必要はないのでね、ここで降ろしても意味がないです。手前に中津川インターチェンジがありますから。で、これをですね、上をずっと高架であの道路がビューンと降りていくわけです。で、降りていって、その先でですね、ちょうどあそこにバローがありますけども、バローのあたりで、インターチェンジができて、車が降りていくと。もう一つ先行くと、その新しい名前は 何になるのかまだ決まってないようですけれども、まあ、中津川駅でしょうねに、接続すると。この中央自動車道がギニアの駅とダイレクトに接続すると。まあ、この辺りも多分この現場事務所は橋かけるね、ためにあるんだと思うんですけどね。もうあの辺も用地買収が済んで更地になってますよね。僕実はここしばらく走ったことがないので、ちょうど今日いいので MT のねリズムを見ながらね、みんな立ち退きになってますよね。さっき上にあった工場も一番高いところで、ね、あの大型トラックのいたところの工場もここら辺にあったんですけど、トライテックさんね、上にね移動しましたよね。トライテックさんって鈴木工業って昔たち鈴木製作所かな、工作所かな、中学の時のね、あそこの社長さん確かね鈴木正幸君って言ったんだけど、違うかな、正幸君って中学の時、中学校の6年生まで一緒だったんだ。で彼は恵那東中に行っちゃったんでね、それからはもう全然お付き合いないんですけど、懐かしいですよね昔のこれ、通学路ですよね。でここあたりになって道がまた少し変わってて、全然変わっちゃったよね。あそこに バローがありますよね、右にね。どうなってるんだろう、ちょっと興味があります。その道路がねできるところ、あれ橋脚ができてる、知らなかった。これ知ってた、右から道路が降りてきて、ここ右側からもう何もないで、ここが高速道路から降りてきて、これこんな太い高規格道路ってやつですか、これがね、ここで駅に向かって、でこの道に降りると、ね、
高速道路から来た車ダイレクトでこの辺りで降りれるということですからね、変わりますよね、この辺もね、全然変わりますよね。そうすると今のこの後ろの方面が、次のね、この高速道路と接続できるので、商業的にも工業的な価値が上がるかもしれませんね。物流もスムーズにいくようになるので、まあ、街の形をなるべく変えずにね、そういう近代化するってことは、大事ですよね。このところにセブンイレブンができてるよ、知らなかった。この辺りの風景ほとんど変わってないですが、僕が結婚して最初に住んだのはこの街ですからね。人がどういう風に座ってますか、椅子を何してんだろう、謎ですね。まあ、ということでですね、今日のこの MT 社のお話も大事なんですけどね、やっぱりこれからね、今非常に世の中の状態あまり良くないですけど、これからまた回復していくはずですのでね、徐々にね、そういうことを見越して、いろいろな意味で前を向いて、仕事をしたいというふうに思っております。今日はこの辺で終わります。ありがとうございました。